N5 練習問題問題 1, 1問題1でははじめに質問を聞いてくださいそれから話を聞いて問題用紙の1から4の中から一番いいものを一つ選んでください 例男の人が女の人に頼んでいます。どれを取りますかすみません。ちょっとそれ取ってください。えどれですかあ、その花の本です。どれを取りますか 正しい答えは1です。では、始めます。1番 1> 病院の人が薬について話しています。はじめに何をしますか朝ごはんの前に水を飲んでください。それから朝ごはんを食べてください。 食べ終わったら、薬を三つ飲んでください。はじめに、何をしますか。二番。店の入り口で。 店の人と男の人が話しています。店の人は、靴をどこに入れますかいらっしゃいませ。どうぞお入りください。えっと、靴はどうしたらいいですかこちらで脱いでください。この棚の一番下に入れておきますので。はい、ありがとう。 店の人は「靴をどこに入れますか? 3番」番男の人と女の人が会社で話しています「女の人はどうしますか?」 あのー、誰か田中さんの電話番号わかりますかはい、私知っています。じゃあ、すみませんが、田中さんに電話して、明日の電車の時間を言ってください。はい、わかりました。8時半ですよね。ええ、そうです。女の人はどうしますか 4番。お母さんが男の子に頼んでいます。男の子は何をしますかねえ、何お母さん牛乳買ってくるからお風呂洗ってくれないええー、もうすぐ見たいテレビが始まるんだけど、牛乳買ってくるのとどっちがいいええー、 お菓子も買っていい一つだけよ。わーいじゃあ行ってくる。わ、あと10分だ。自転車で行こう。男の子は何をしますか 5番、レストランで店の人と男の人が話しています男の人はこれから何をしますかいらっしゃいませ食事のメニューはありますかすみません2時からコーヒータイムになります飲み物だけはいケーキはございますがそうじゃ またにします男の人はこれから何をしますか6番先生が話しています来週 学生はどうしますか前に話したと思いますが、来週のこの時間、私は会議があるので来られません。で、代わりに山田先生が来てくれることになったので、授業はいつも通りです。これからプリントを配りますから、うちでやってきてください。先生 それ宿題ですかはい、そうです。来週、学生はどうしますか ?7 番。男の人と 女の人が携帯電話で話しています。女の人はこれから何をしますかもしもし、田中さん今暇ええ、もう授業はないし、帰ろうと思ってたところ。テニスしませんかテニスいいけど、 私あまり上手じゃないわよあ、大丈夫ですコート取ったのに来られなくなった人が多くて困ってるんですよそう、じゃあすぐ行くわね女の人はこれから何をしますか 8番男の人と女の人が話しています。明日、どこで会いますか明日、どこで会いましょうか駅の前の喫茶店、わかりますか駅の前。はい。駅の前にホテルがありますよね。その隣に喫茶店があります。そこで3時に会いましょう。 ホテルの中の喫茶店もいいですがちょっと高いですからはいわかりましたじゃあ3時に「明日どこで会いますか?」 問題2問題2では、はじめに質問を聞いてください。それから話を聞いて、問題用紙の1から4の中から一番いいものを一つ選んでください。例。駅で、駅の人と、 女の人が話しています女の人のカバンはどれですか忘れたのはどんなカバンですか黒いカバンで黒いカバンですねこれですかい,いえもっと丸くてポケットがないカバンなんですけどえーじゃあこれですかあそれです ありがとうございました女の人のカバンはどれですか正しい答えは二ですでは始めます 1>, 1番男の人と女の人が話しています。猫はどこにいますかあ机の下に猫がいますね。あれ、猫じゃないんです。犬なんですよ。へえ、小さいですね。猫もいますよ。ほら、あそこ。椅子の横で寝ています。 猫はどこにいますか 2>, ?2 番店の人と女の人が話しています。女の人は何を買いましたかいらっしゃいませ 何にしますかりんごを3つ、みかんを5つ、バナナを、あ、バナナは今日はいいわ。はい、えっと、りんごとみかん合わせて950円です。女の人は何を買いましたか 3番テレビで女の人が話しています。この料理は何を使いますかこんにちは。3分で料理をの時間です。今日は果物を使ったサラダを作ります。果物は切る前に冷蔵庫に入れて冷たくしておきましょう。色の薄いものと濃いものを 両方使うと綺麗に見えます。ゆで卵やパンを一緒にどうぞ。では、作り方です。この料理は何を使いますか?。 4番。女の人と男の人が話しています。女の人は、どのパソコンがいいと言っていますかこれ、どうノートパソコンがいい。学校に持っていけるから。じゃあ、これはそれ高くないノートの方が高いんだよ、普通。小さくて安いの。 なないかなあこれかわいい軽いしそれ安いし小さいけどパソコンとしてはどうかなそうなの便利そうだけど女の人はどのパソコンがいいと言っていますか 5番。会社で男の人と女の人が話しています。女の人はどこに会議と書きますか鈴木さん、ちょっといいかなはい。明日会議あった明日ですか ?13 日ですね。そう。そこに書いてあるんだけど、1時から。 一時は私のノートには何もないですあ会議は来週の木曜日だそれ直しておいてくれる誰か間違えたんだねはい「女の人はどこに会議と書きますか?」。 六番。先生が教室で話しています。今日はどこから始めますか。はーい。じゃあ、授業を始めますよ。今日は五十八ページからですね。先生、五十六ページと五十七ページ。まだやってません。あ,あ。 そこ、宿題でしたね。はい。先週は55ページまででした。じゃあ、その次からですね。宿題のページを開いて。今日は、どこから始めますか 7番女の人が冷蔵庫の話をしています。飲み物を早く冷たくしたい時はどこに入れますかこの新しい冷蔵庫にはドアが4つあります。広いところには大きな野菜などを入れてください。水やビール、ジュースなどの飲み物を 早く冷たくして飲みたいときは、下の狭いところに入れるとすぐに美味しくなります。飲み物を早く冷たくしたいときは、どこに入れますか 問題3問題3では絵を見ながら質問を聞いてください。矢印の人は何と言いますか ?1 から3の中から一番いいものを一つ選んでください。例。はじめに、 絵の説明があります。絵を見ながら聞きましょう。先生と矢印がついている人がいます。朝、先生に会いました。次に質問、何と言いますかが聞こえます。矢印がついている人は何と言いますか 3つの言い方が聞こえます。どれが一番いいですか一つ選んでください。1おはようございます。2, 2失礼します。3はじめまして先生に朝の挨拶をしています。 おはようございます。がいいです。正しい答えは1です。では始めます。1番 1> プレゼントをもらいました。何と言いますか 1, ?1 ありがとうございます。2, 2ごめんなさい。 3. 失礼します。2>, 2番。会社で挨拶をしています。何と言いますか 1. おはようございます。 二、2> 2お元気ですか三、サンスポーツの田中です三番椅子に座りたいです何と言いますか 1, 1ここいいですか <S 2, 2 <S ここ誰ですか3ここどうですか4番 店の奥のネクタイを見たいです。何と言いますか ?1 あれを見ます 2, 2あれを見てください3あれを見せてください 5番、窓を閉めたいです。何と言いますか ?1、1> 閉めてもいいですか 2>, ?2、閉めてくれませんか ?3、閉めてください。 6番、タクシーに乗りました。東京駅へ行きたいです。何と言いますか ?1、1> 東京駅までお願いします。2>, 2、東京駅はどこですか ?3、東京駅へ行きますか 7番、写真を撮ってほしいです。何と言いますか ?1、1> すみません、一枚撮ってくださいますか 2>, ?2、すみません、写真を一枚くださいますか ?3、すみません、一枚撮りましょうか 問題4問題4には絵などがありません。文を聞いて1から3の中から一番いいものを一つ選んでください。例はじめに短い文を聞きます。ありがとうございます。 次に、三つの答え方が聞こえます。どれが一番いいですか一つ選んでください。1、すみません。2、いただきます。3、どういたしまして。ありがとうございます。2は、2> どういたしまして。と答えます。 正しい答えは3です。では、始めます。1番、1> トイレはどちらですか ?1、あの人です。2、2> あちらです。3、そうです。 二番、失礼ですが、今、おいくつですか一、二十歳です。二、二十日です。三、八人です。三番、日本語。 お上手ですね。1いえ、まだまだです。2, 2いえ、上手ですよ。3いえ、下手じゃありません。4番宿題は いつまでですか ?1 昨日出しました 2, 2明日出すでしょう3来週までです5番山田さんは来ましたか ?1 はい、まだ来ませんでした。2>, 2、はい、もう来ています。3、はい、そうです。6番、りんです。よろしくお願いします。1、こちらこそ。 よろしく。二。はい、お願いしました。三。はい、よろしかったです。